何これ？ BW リメイク発表お願いします。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 どうしよう、さすがにここまで壊れるなんて聞いてねえよ。私、次の任題、かけてる。 BW リメイク発表に普通の任題でポケモン新作発表されないよ。せめてポケモンダイレクトの時にやった方が、当たりのないくじ引いてんのと同じだぞ。当たりが出ないだと、祭りの屋台みたいに告発しなきゃ。当たり屋が何回言ってますね。通過儀式やるにしてはラインナップが貧弱すぎだろ。せめてシャンデラとか入れようぜ。サルとかバスラオじゃ儀式のパワーも低くなるじゃん。そうだよ、これじゃ足りないよ。儀式なのにロウソクがない。側だけガチガチにしてくんなよ。というわけで買ってきました。おめでたすぎるだろ。なんで誕生日ケーキのロウソク使うの？ BW リメイクを誕生させる儀式だから誕生日関連をね。それともこういうのが良かった？よくねえよ。皆さんこんにちは、霊夢です。じゃあ普段はゼロスーツ霊夢だったのか。 BW リメイク発表されませんでした。発表されたのはメトロイド新作の続報でした。メトロイドファンの皆さん、おめでとうござがぼがぼぼぼぼぼ。やばい、涙がメットに溜まって霊夢が溺れそうだ。もう私たちの手に負えねえよ。次なるチャンスはポケモンダイレクトの時。私はその間 BW 力をより高める意味でも救いたいシリーズがやりたいということで育成してきました。今回の主役、ほうほう、コジョンドね。コメントで一番要望が多かったポケモンだな。ちょうどいいタイミングで召喚できたし、ラッキー。なんで召喚自体には成功してんだよ。嘆きという武闘家要素、サル、バスラオのスピード両闘要素、ケンホロウの攻撃力、一体でも不純なポケモンが入ってたら別のやつが召喚されてただろう。マリサの言う通り、シャンデラ入れてたらどうなってたことやら。その召喚されたポケモンでこの動画撮ってたんじゃね。コジョンド、能力値はこんな感じ。いくらなんでもウーラオスに負けすぎじゃない？同じ中華格闘キャラでこの差って。コジョンドに救えよ。せっかくなら素早さとオジアンより高くしろ。実際コジョンドは本当に強い相手を目の前にすると腕の毛引きちぎって身軽にするって設定があるから、本当に強いポケモンを置けば自動的に強化されるはず。じゃあパルデアに上陸した時点で腕の毛除毛しとけよ。今こそ短くしてイメチェンの時だろ。やっぱコジョンドは長い方が似合うわ。他で頑張ろう。こういうやつが人の髪型にとやかく言うんだろうな。タイマン性能の高いコジョンドとザシアンで2体倒して、最後に頑丈ブリジュラスが締める。この作戦はうまくいくぞ。1時間前からコンボ連して温まってるしな。もうブリジュラスはこういう感じで扱うのね。対戦、よろしくお願いします。相手の先発はオーガポン。本来ならコジョンドより早いですが。全員足並み揃えて最速個体というわけではないから、コジョンドが上取ってる可能性は全然あるぞ。まあまずは猫騙しで小銭みてえなダメージ稼いどくか。とここでオーガポン退散。おじさん降臨です。はい、ここコジョンドの強み出るよ。特性精神力だから威嚇無効。おじさんに屈しないぜ。そしてコジョンドには助け貫通できる氷技、トリプルアクセルが搭載されてる。東京のポケモンだからって容赦しねえぞ。ザシアン倒すために親父狩りさせてもらうからな。完璧なランドロス対策だ。氷技読まれたら悲しいけど、その場合はテラス消費させれるからギリ耐え。ひざまずけ。次はもっと強いぜ、2倍もな。今、こういう気持ちです。そういう技なんだから仕方ないだろ。あと3段アイスは下に行けば行くほど食欲減るから、逆トリプルアクセルじゃね。うるせえ。どうすんのさ、交代もできないし素早さも下がってるし、バンジキュースじゃん。うん、ということで全ての責任を放棄してインファ打ちます。なんでだよ。一応の氷技警戒で下げてくるとかあるかもじゃん。このタイミングでテラスタル妙だね。今、こういう気持ちです。捨てる神あれば拾う神ありだな、世の中って。いけー。攻撃下がってないから当然一発。やはり強靭な精神力、つまりハートの強さが生き抜くためには必要。他の特性も悪くないが、環境考えたら精神力一択だな。でも YouTuber ならさ、再生力にすべきだよね。再生力。あ、数字至上主義の人だ。数字のためにカウンター覚えたコジョンドでショート動画作るべきだよね。本当に数字だけ追い求めてる動きやめろ。そもそもコジョンドはカウンター覚えないよ。じゃあカウンターショート案はボツか。危ねえ。本当はプライドがあったんだ。お次に来たのはブラックキュレム。これトリプルアクセル全部当ててたらコジョンドで3立てあったじゃん。まあ、視聴者のみんなに可能性を提示できただけいいとしよう。むしろテラス切らせたから当ててた時より有利になったのである。じゃあコジョンドは甘えた有米阻止用にインファで突っ込んで。はい。そもそもコジョンドはブラックキュレムが無振りだったとしても攻撃を耐えられません。なんだこの耐久力、風の時の私の方が丈夫じゃね。マリサは風邪ひかないでしょ、バカだから。得意技のバカ力だー。テラス切られる心配ないから安心して居住残押せる。これもどうせ耐えるし精神衛生上いいね。
BW 伝説、嘘だよな。本当に救わなきゃいけないポケモンを見つけてあげられなかったのか。伝道師の私が、エイムフリキュレムだったらこんなもんでしょ。2前提の耐久ぶりだったんぜね。リメイク発表期大会なのに BW 伝説をボコボコにしている伝道師、どのような心境で剣を握ったのだろうか。本当はリメイク諦めてそう。とりあえずあとは炎オーガボンを倒すだけです。一撃では落とせないでしょうし、ブリジュラスも出陣確定でしょうね。ようやく俺の出番来た。待ちくたびれて実用性皆無のオシャレコンボ練習してたわ。ねえ、それ本当に今から使うキャラ？サムスの 7P カラーではなく？皆さんこれでもザシアン弱体化してるんですよ。前世紀ならもっと削れてたんですよ。じゃあ最後、ステラ流星群で消し積みにして勝ちということで、絶対外さないでね。ステラークの波動かっこいい。ビビってます？いや、そもそも安定タフで落とせるから流星群打つ理由がないよね。対戦、ありがとうございました。次の試合もコジュンと活躍させたいな。じゃあ僕は次の試合までの間にアイス買ってくるね。あれ例えじゃなくて本当に買ってたの？すみません、これで3段にしてください。お金足りないけど。そもそもこういうアイスって300円で1段すら買えないけど。今、こういう気持ちらしいです。仕方ねえだろ、おじさんにアイスの値段がわかるわけないんだから。マリサが一番失礼だよね。2戦目も BW 伝説だったらおもろかったけど、さすがにこの使用率で出会えるわけもなく、あの人たちの本番はリメイクだから。そう言われた神王伝説、今どうなってるでしょう。毎日楽しく生きてるよ。でも伝説の代わりに BW 一般ポケはいます。ママンボウとか。私たちの手から離れて遠いとこ行っちゃったな。逃した魚は大きいってやつですね。エリジオンとか、ウルガモスとか。ミライドン貴様、私たちの BW に何をした？機械化に関してはむしろミライドン被害者側じゃね？許せねえよ。なんかミライパラドックスって10匹中5体が BW 出身だし、もしかして自分が BW の王だと名乗り上げたいのか？それはないだろ。自分が令和のゼクロムだと言いたいのか？それは言ってそう。いや、未来のポケモンだから令和じゃなくね。そもそもミライドンがいる時代に言語システムは存在するのか？あるにはあるんじゃない？さすがにネタ切れで今じゃ考えられないような言語になってるとは思うけど、勝手に民営化するな。そんなミライドンから誰で BW とポケモンたちを解放しますか？さっきと同じ、コジュンとザシアンブリジュラス、待ってろよ、今解放してやるからな。あ、エムレイムだ。私はチャンピオンを超える。違う違う、人としてのレアリティの方ね。誰が一番下のノーマルじゃこら。相手が露骨なフィールド生かしたい軍団だから便乗したいけど、現状うちらのメンツは何も恩恵受けれず。ずるいよ、未来ポケモンは電気で強化されて、僕らにも恩恵ちょうだいよ。エレキフィールド時はスマホが勝手に充電されるとかさ。充電はできるけど使い物にはならなくなりそう。対戦、よろしくお願いします。相手の先発は当然のごとく指導要員のミライドンです。てかこの試合コジュンと活躍できる？一回動いて終わりにならない？一回なんてことはないよ。猫騙しも入るから二回だね。どの道ちょい役ですやん。でもこの二回がすごい重要。まずはミライドンに対して小銭稼ぎ、一年生のお小遣い並みだな。でここはボルチェンで交代なはず。畑落とすで裏の荷物没収するぞ。猫騙し、畑落とす、コジュンと使う上で裏押しとの貴重な差別化要素だ。この二つくらいってしょっぱすぎね。これじゃシングルでの格差が広がる一方だよ。安心しろ、ダブルでコジュンドは言ってる。思った3倍くらい登り詰めててくさ。コジュンド好きな人はダブルするべきやね。そりゃコジュンドが連続で内定する理由もわかったわ。ダブルポケモンだもの。ダブル用ポケモンは優先して内定させてるってよく言われてるし。猫騙し、ワイドガード、この指止まれ。これなら覚えられる可能性がある。今から修行すれば10世代間に合うか。もしかしてダブル用ポケモンになって内定獲得を狙ってます？なんだビーストブーストってふざけんな。俺は今後仲間を大切に生きていくんだ。個人戦なんてしねえ。普通の RPG のヘイトタンク枠みたいなこと言ってる。次に出てきたのは鉄の毒が、ジョッキ持ってたっぽいですね。ラッキー。ジョッキも垂れてるとブリジュラスで突破できなくて反壊してたから繋がった繋がった。ブリジュラスが流星群外さなければなんとか先に進める。外さなければね。どしたんジュラルドン、なんか震えてない？最近寒くて。登校日夏真っ盛りですけど、もしかして緊張してる？してないしてない、しっかり流星群コマンド出せるようになってるから。今の技何？いってふう、9割側に行けて助かった。残りのエレキフィールドターンは1、ブリジュラスを突破するとそのまま切れる感じになってます。コジュンドの強み出てるね。猫騙しで1ターン稼ぐことで相手が最大限の力を出せなくなる。現にここミライドンから来てるし、多分ボルチェンで削って裏に繋げるんだろうな。
ラストは鉄の伊佐坂ー、実質 BW 選出すぎだろ。作りたいシリーズとしてこれ以上ない相手だ。見どころを作ってくれて嬉しいぜ。まあ肝心の主役ポケモンが早々に脱落してるんですけどね。そんでもって味方は実質 BW 要素すらないんですけどね。とりあえずここ身代わりで様子見てみようかな。それにライドンがスカーフだったらボルチェンでおしまいじゃね。大丈夫大丈夫、ダシアンは地面テラスだからボルチェン無効にしながら攻撃できるし、流星群は元のタイプ的に撃たれないから。さあ相手歴フィールド再展開です。フィールドを使う者は相手に利用される覚悟がないといけない。こっから私たちも利用させてもらうぞ。そういう方向性じゃなくてね。こういう方向性以外何に利用すんだよ。ザシアンに電気要素1個もないじゃん。ザシアンで利用するんじゃなくて相手の能力変化を逆手に取る作戦さ。やはりスカーフ。地面テラスで爆儲けだなこれ。ふっふっふ。この時点で救いたい分の価値確定。はぁ、今の素早さ順、イサハザシアンじゃん。クォークチャージで S 上がってるからな。これだとザシアンがイサハを一撃で倒せなかった時点で負け。相手まだテラス残ってるし耐えられそう。けど、ここでクォークチャージが効いてくる。クォークチャージはエレキフィールドが切れると能力上昇がなくなるから、素早さ順がザシアンイサハに早変わり、つまりフィールドが切れるまで高校身代わりを繰り返せば上から安全に2回動けるぜ。変な勝ち方だけどこれもポケモンバトルか。これができたのもコジュンドが隙を作ってくれたおかげ。ありがとうコジュンド。BW の誇りだ。毒ガニ叩いてくれたのもナイスだったよ。少ない活躍をさも大活躍みたいにポジってるなこいつら。人のいいところを見つけられる素敵なやつじゃん。というわけでフィールド消えて素早さが逆転したので対戦ありがとうございました。というわけで今回は以上。みんなもコジュンド使ってみてね。シングルで冷凍気にしてない方はシングル、冷凍上げるのが目標の方はダブルで使ってください。これもう今後ダブル動画も撮った方がいいだろ。うちらもダブルデビューしようぜ。動画の幅が広がるぞ。じゃあ、1本目は謎に使用率が高いおたちの動画とかどう？本当になんで高いんだよ。